キックオフ山形スタート。キックオフ山形スタート。今日のラインナップ、ブルイズモンテディオは今季初の3連勝ならず、いわき戦の解説。チャンスはあったなと思うんですけど、まあ、すごく悔しい敗戦になったかと思います。僕が点取って勝たせるために来たんで、はい、僕のせいかなと思います。そして県内の小中高生のチームを紹介するヤングチャレンジには、白鷹中学校サッカー部が登場。山形のサッカー情報盛りだくさん、キックオフ山形。まずはヤングチャレンジ、山形の次世代を担う小中高生をとにかく紹介していくコーナーです。今回出演してくれるのは白鷹中学校サッカー部。黒沢コーチのもと、今日から始まる県中層体に向けて練習に励んでいました。今年の白鷹中サッカー部の特徴は、全員が体力があって前からプレスをかけて得点を狙っていくチームだと思います。元県中王者なので、そこら辺の自信を持って取り組んでいきたいです。県大会優勝経験もある強豪校でありながら、女子選手が主力としてプレーしているのもチームの特徴の一つ。スタメンで出場している3年生の黒沢選手は、サイドから正確なクロスを上げ攻撃を引っ張っています。小学校から男子に混じってやってきたので、もっと自分の力を試したいなと思ってサッカー部に入りました。3人だけで心細くないですか？小学校から女子1人だったので別に寂しくはないです。男子に気遣ったりしない？大丈夫？いや、しないです。ここでチャレンジ企画、ヘディングリレー。制限時間は5分以内、ヘディングだけで後ろの選手へ何回パスをつなげるか連続記録を測ります。果たして白鷹中の記録は？最高11回でした。最後の方で1人抜かしてボールをつないでいましたが、ルール上問題なしとしましょう。元気に声を掛け合い楽しみながら挑戦していたのは素晴らしかったですよ。すごい難しかったんですけど、その頭の当てボールの当て方とかを工夫してみんなで協力して回数をつなげたので良かったです。現在白鷹中は沖郷中に並び1位タイ。チームを紹介してもらいたい、ヘディングリレーに挑戦したいという小中高生、番組 X までご応募お待ちしてます。今日午前中から県中層体に出場している白鷹中サッカー部、2年ぶりの優勝を目指して頑張ってください。県大会優勝するぞ。この後はブルイズモンテディオホームいわき戦の解説。ここからはモンテディオ山形の情報をお伝えするブルイズモンテディオ第24節いわき戦を振り返ります。秋田栃木戦で白星を挙げ、何としても今季初の3連勝を果たしたい山形。2年ぶりの復帰後初出場、 J1 湘南から完全移籍で加入した期待のストライカー、リサロアキラシルバーノを先発で起用しました。ところがこの試合、結果的にリサロのシュート数は1本のみ。相手のプレスを外してもその後
フィニッシュへのパス精度が低く、なかなかディサロへボールがつながりません。対するいわきにはセカンドボールを拾われると再三セットプレーから押し込まれ、42分、ついに先制点を奪われてしまいます。後半に入ってもいわきの勢いを止めることができず、56分、またしてもセットプレーの流れから相手にボールを拾われ追加点を許します。勝てなかった時期の課題、セットプレーでの失点が再び現れてしまいます。なんとか追いつきたい山形は前線の選手を立て続けに投入。ここから交代した選手が勢いをもたらし、いわきゴールに襲いかかります。アディショナルタイム、途中交代で入った木田が得意のドリブルを仕掛け、優しいクロスを入れるとヘディングで流し込んだのは高橋純也。およそ3ヶ月半ぶり、チームトップ今季6ゴール目で1点を返します。まあ、龍馬が1対1しか出て、ただ龍馬の状況とあと特徴を考えたときに、あそこにふんわりファンに出してくれるなと思ったので、まあ、ほぼほぼ龍馬のゴールかなと思ってます。シンプルにまず絶対2点を取らないといけないと思ったので、まず1つ取ろうと、で、まあ、それを取れば絶対にチャンスはあると思ったので、とにかくそこの、まあ、1つのゴールっていうのにフォーカスしてやりました。しかし時すでに遅し、反撃もここまで。今季初の3連勝を果たせなかった山形は順位を2つ下げ、13位でおよそ3週間の中断期間に入りました。常に笑顔で帰ってもらうために、僕たちはもっとよりパワーを出していかないといけないと思いますし、チーム一丸となって戦っていかないといけないなって本当に改めて思わせてくれたので、サポーターの悔しい顔っていうのを忘れずにまた励んでいきたいなと思います。悔しい敗戦ではありましたが、後半攻撃の時間を増やすとともにシュート数を増やし、ゴールへ迫る気迫を見せてくれたことは良かったポイントです。まず攻撃のギアを上げるきっかけとなったのは両サイドバック岡本と河合のアンダーラップです。試合終盤、いわきは守備の際最終ラインに5枚を並べ、特にゴール前のスペースを埋めることでクロスからの失点を防ぎに来ました。そこで山形が狙いたかったのはセンターバックとウイングバックの間をつくこと。ここでは右サイドバックの岡本がアンダーラップ、ウイングの横山を内側から追い越し、狙ったスペースへ走り込むことで相手のセンターバックを引きつけ、ゴール前の守備ブロックを手薄に、ゴールの確率を上げていました。この動きは左サイドでも同様に行われています。ここではウイングの木田にボールが渡る瞬間、すでに内側に立っていたサイドバックの河合がアンダーラップ、パスが来なかったとしても相手センターバックを引きつけることでゴール前の守備を手薄にさせています。この伏線があった上で素晴らしいゴールシーンを解説していきます。まず光っていたのは河合歩の判断力。スタートは先ほどと似た形ですが、左にボールが渡った瞬間、河合はスピードダウン。河合はドリブル突破を得意とする木田にとって前方へ仕掛けるための有効なスペースがあると瞬時に悟り、あえてアンダーラップをストップ。追い越すのか止まるのか、河合の絶妙な状況判断がゴールにつながったといえます。続いて光っていたのは木田の巧みな仕掛けのドリブル。右足の外側で細かくタッチしながら相手を少しずつ中方向へ押し込みつつ、仕掛けるタイミングと見るや一気に加速。ボールを持ち出す方向も相手側ではなく、あえて直進することでクロスを上げるときに相手が足を出してきても引っかかりにくくしています。ラストは高橋の駆け引きのうまさ。木田がクロスを上げようとした瞬間、高橋はマークしてくる相手ディフェンダーの前を取ろうとしていますが、クロスが上がった瞬間、急激なストップから一気に方向転換。相手はついてくることができず、楽々とゴールを決めることができました。相手はクロスが上がる一瞬、必ず高橋から目を離し、ボールの軌道を見てしまいます。その隙を見逃さなかった高橋。ストライカーとしてのうまさを見せてくれました。
ここから中断期間をうまく利用し勝ち切れるチームになっていってくれることを期待しています。今回は山形市のモンテラブさんから、モンテディオ山形が大好きな息子さんとお友達が仲良くサッカーを楽しむ様子を送ってくれました。モンテの応援歌を完璧に覚えて毎回スタジアムで熱い応援をしているそうですよ。詰めていかないといけないところっていうのは、まあ、まだまだあるし、まあ、いいところもいっぱいあったと思うので、いつまでも引きずってるわけにもいかないので、次に向けてチーム全員でまた作っていきたいと思います。